トンはいなかった。吉田さん、はい、カブトンはいつ会えるんですか。カブトンはですね、天気がいい日にプラッと来るもんですから、なかなかお会いできないんですよ。はい、カブトンってどっから来たんですか、この時はに。カブトンはですね、皆さん多分わからないと思うんですが、ビートル64星雲っていうのがあるらしいんですね。そこから時屋町を PR するために使わされた大事なお客様といいますか、住民ですね。はい、宇宙人だったんですか。そうなんですよ。で、今度カブトンに会えるとしたらいつなんでしょう。ね、3月5日の啓蟄の時にはですね、他の幼虫たちも目を覚ましますので、このカブト屋敷の方に来ます。あとはもうゴールデンウィークとかまでサボってるかもしれませんね。じゃあ3月になったら会えると思っていいですか。はい、運が良ければ程度で思っていただければありがたいんですが。わかりました。はい、じゃあまた来ます。はい、ぜひお待ちしております。さようなら。